タラス・グリゴリエビチ・シェフチェンコ、タラス・フルイホーロビチ・シェウチェンコは、ウクライナの詩人、画家である。ウクライナ語名は、近代ウクライナ語文学の始祖と評価されている。濃度性に反対し、秘密結社、セイ・キリルとセイ・メソジウスダウンに関わって、ウクライナの濃度の解放に力を尽くした。1847年4月5日に、同結社に手入れが入った際に、 シェフチェンコが書いた皇帝ニコラ一世とその妻、アレクサンドラを批判する詩が見つかり逮捕された。サンクトペテルブルクの刑務所に入れられた後、10年間の流刑生活を送った。皇帝の命により、流刑の間はペンと筆を持つことを禁止された。画家としての才能も優れていて有名である。ウクライナ国内では人気が高く、首都キーフには彼の名を冠した。 タラスシェフチェンコ記念キエフ国立大学がある。タラスシェフチェンコは1814年3月9日、ロシア帝国領ウクライナ、キエフ県、モールインチ村、ノードの家で生まれた。幼い頃より、タスク祭が営んでいた学校で読み書きを習いながら、絵画を独学していた。11歳の時にシェフチェンコは孤児になり、14歳に、ビリシャーナ村の地主、ドイツ系ロシア貴族、 パベル・エンゲリガルドとの家庭で小遣いを務め始めた。1829年に地主を伴い、ロシア帝国領リトアニアのビリニュスへ移り、1831年以降は帝国の首都ペテルブルクに住むようになった。地主は、シェフチェンコを家庭画家にする予定があったので、シェフチェンコは、ロシア画家 V シリア F の弟子となり、美術を習うこととなった。この頃から、 シェフチェンコは密かに詩を書くようになる。シェフチェンコの作品は、ロシアの画家たちカール・ブリューロフ、イバン・ソシェンコ、アレクセイ・ベネツヤノフと、詩人たちバシリー・イジコフスキーといエブゲン・フレビンカなどによって高く評価され、1838年に、シェフチェンコ自身は彼らの努力によって、濃度性から解放された。同年、上述した文化人たちの推薦によってシェフチェンコはロシア、 英国美術大学学に入学し、ブリューロフの弟子となった。1840年にシェフチェンコは、美術大学に在籍しながら、有名な詩集、コブザールを表した。詩集はウクライナ語で書かれていたので、ビッサリオン・ベリンスキーをはじめとするロシアの知識人は、シェフチェンコを、イナカッペの言葉を用いる、イナカッペの詩人として鋭く批判した。一方、ウクライナの文化人たちは、 トブザールを絶賛した。との批判に対しシェフチェンコは、ウクライナコサック時代を英雄化する、ハイダマークイと、ハマリアという二つの物語誌を出版した。1843年にシェフチェンコはウクライナに戻り、史学者、ムイハーロ・マクスイモービチと、作家パンテレーモン・クリーシュと知り合い、絵のように美しいウクライナという絵画シリーズを作り始めた。大学に戻ったシェフチェンコは、 1844年に反濃度性と反帝国主義を説く夢という政治的物語史を表した。同じく濃度である役者、ミハイル・シェープ・キンとも交流があった。ありがとうございます。